さん、維新の会のマニフェスト読んだらね、なんかカジノを読んできて、うん、でそこへ外国人のお客さんにお金落としてもらって景気回復とか言うてあるんですけど、でも大阪って中小企業の街やから、 そこにもっとね、お金を、うん、と支援を強めるべきちゃうかなって思うんですけど、うん、そうやん。大阪この間もね、うん、凄技で出てたけど、うん、全国でたこ焼きを作るとかの丸いもんね、うん、それはもう大阪の中小業者さんでなかったらできへんねん。素晴らしい言うたかった、うん、それが今大阪事業所の数ではね、うん、98.1% が中小企業やんか、うん、従業員だって67割近く、うん、まあ、こんなとこを大事にせなあかんやんか。そういえばね、うん、私この間岸和田のアイスアイランドっていうとこ行ったんですけど、うん、農業も捨てたもんじゃないんちゃいます？そうやで、道の駅がね、うん、大阪府下で145箇所ある、みんな知らん、びっくりするんや。都市農業もものすごく頑張ってるし、うん、道の駅はね、私は笑顔の経済と思ってんねん、うん、栗原さん、柳本さんはこういうものづくりに力を入れるって言ってはったら、うん、ぜひこういう人に市長知事になってほしいですね。そうやね、